パトリック・ヒラリーはアイルランドの医師、政治家。1976年から1990年まで同国の第6代大,大統領を務めた。1951年の総選挙でフィアナ・フォールから初当選し、1973年までのドイルエアラン議員の在任中、教育省や産業省、労働省、外省を歴任した。その後、 1973年にアイルランドが欧州共同体に加盟すると同国の初代欧州委員会委員となり1976年の大統領就任まで委員を務めた。1923年、アイルランド南西部のクレア・県ミルタウン・マルベイで医者の父マイケルと看護師の母エレンとの間に生まれた。地元の国立学校からロックウェル・カレッジに進学し、 ユニバーシティカレッジダブリンで医学学位を取得した。1947年、医師として父の後を継ぐために地元に戻った。1950年代におけるヒラリーの医師としての活躍としては、国民健康評議会のメンバーとしての活動や、ミルタウン・マルベーチック診療所での勤務などが挙げられる。また、検視官としても1年間働いたことがあった。 1955年10月27日、メアリービア・トレス・フィネガンと結婚する。数を数名を設けるが、娘は長期の闘病の末、18歳の誕生日を目前に、した1987年に亡くなった。ヒラリー自身は全く政治に関わり合いがなかったものの、クレア県選出のフィアナホールの議員であり当主、また前の首相であった。 英文でバレラからの圧力もあり、1951年の総選挙の候補者となることに同意した。この選挙でフィアナ・フォールは与党に返り咲くとともに、ヒラリーも初当選を果たした。ドイル・エアラン議員となってから約10年間は、タイラ議員にとどまり、入閣を果たしたのはデバレラが首相を退いた1959年のことだった。デバレラの後に首相となったショーン・リー・マスは、 前内閣の閣僚の一層に取り組んだ。彼らの多くが1932年のでバレラによる最初の閣僚と同じだったためである。リーマスの下では、ジェームズ・ライアンや、ショーン・マッケンティー、パディ・スミスといった党の長老たちが引退し、ブライアン・レニハン、ドナー・オーマリー、チャールズ・ホー・ヒー、ニール・ブラニーといった新しい世代の政治家が登用された。 この新人類の中でも鍵となったのがジャック・リンチの公認で教育省に就いたヒラリーであった。教育省としてヒラリーは多くの革新的な考えを提起し、ディーマス政権でも重要なポストとなった。1963年、ヒラリーは以後10年間で展開される教育改革の多くを外説した初信表明演説を行った。その中には総合性学校、 地域技術カレッジの創設や学生がすべての公的テストを受験できるようにするなどより多くの者の,のために教育を受ける機会を増やす政策が含まれていた。ヒラリーは教育省として自身の始めた改革と独創性が進むよう公認の大臣のために土台を築いた。ドナー・オマリーは教育の無償化を導入して高い評価を得ているが実際にはこの画期的な発表の根底には ヒラリーの功績がある。1965年、ヒラリーはまたも臨時の公認として産業省に就任する。当時の産業省はアイルランド経済に弾みをつけるため最も重要なポストの一つとして考えられていた。しかし、ヒラリーは産業省に就任して1年余りの後、労働葬儀による影響が出始めたため新設された労働省のポストに就いた。 この新設賞は、リーマスの数年来の悲願であり、ヒラリーはその初代の大臣となった。1966年11月、リーマスは首相とフィアナ・フォール投手を辞任し、声優たちを落胆させた。リーマスによって公認の党首への就任を勧められたが、ヒラリーはこれを誇示した。多くの歴史家たちは、リーマスが後継者として最初に選んだ人物は、 ヒラリーであると考えているが、ジャック・リンチ、ヒラリー、ジョージ・コリーの順であったとしている者も,もいる。結局、リンチとコリーによる党首選を経て、リンチがリーマスの後継となった。ヒラリーは1969年にリンチが行った内閣改造まで引き続き労働省のポストにあった。1969年に行われた総選挙でフィアナフォールが勝利すると、 ヒラリーは外省に就任した。1972年1月30日、北アイルランドのデリーで、イギリス軍のパラシュート連隊によって市民が銃撃され、このうち13人が死亡するという事件が発生した。ヒラリーは、この直後、国際連合が平和維持に関与するよう求めるため、ニューヨークの国連本部を訪ね、世界的に知られるようになった。しかしこの訪米では、 北アイルランド問題が悪化している状況について世界の注目を集めた他は得るものはほとんどなかった。この時期を通じてヒラリーは内戦が勃発する可能性に対して平和的な手段を追求しようとする隣地の信頼できる名優の一人であった。ヒラリーは温厚な政治家と考えられていたが1971年の党大会で着替えを見せた。 リンチの北アイルランド政策に反対していた、ケビン・ボーランド元防衛省が、リンチのスピーチの直前になって、円台の近くに突進し、公然と大きな声で当初を非難した。ボーランド派の党員もこれにこうし、ボーランドを賛美し始めたが、ステージの横にいたヒラリーは近くにあったマイクを手にし、You can have ボラン、But you can't have fear na fail と大声を立てて、ボーランドたちを沈めた。 ヒラリーの外相としての職務は北アイルランド問題だけにとどまらなかった。1972年には欧州共同体への加盟交渉を行い、翌1973年に加盟を果たした。アイルランドの欧州入りに成功したことにより、ヒラリーはアイルランド人として最初の欧州委員会委員となった。オルトリ委員会では副委員長及び社会問題担当委員を務めた。 欧州委員会では最も有能で尊敬できるアイルランドの政治家という評価を得たが本国のジャックリンチにとっては味方であり自身の引退後に引き継いでくれるであろう人物を一人失ったことを意味していた社会問題担当委員としてヒラリーが行った最も有名な政策は加盟国に対して男女同一賃金とするようにしたものだしかし1976年 フィンゲールと労働党が政権を取っていた、当時のアイルランド政府は委員会に再指名されなかったことを通知した。ヒラリーは医師に復帰し、同じく医師であった妻メイブと共にアフリカに引っ越すことを考えていた。しかし、当時国防省であったパディード・ネガンが大統領カハリオドリーを激しく非難するようになると、事態は急展開を迎える。 反テロリスト法の貢献性について判断するため、法律を裁判所に付託したことに関して、ドネガンは、オドーリーに対して、とてつもない恥だと呼んだ。これに怒ったオドーリーは大統領を辞任。ヒラリーは、気が進まないままフィアナホールの大統領選挙候補者となった。1976年12月3日、対立候補がいなかったため大統領選挙が行われないまま、 第六代大,大統領に選出された。大統領就任後のヒラリーは、ドイツの週刊誌、デア・シュピーゲルの読者から、世界で最もセクシーな元首に選ばれるなど評判は高く、ヒラリーが、セックススキャンダルに巻き込まれると予測できたものは、ほとんどいなかった。しかし、このスキャンダルは、現代のアイルランド政治における、大きなミステリーの一つとして記憶されている。 スキャンダルが発覚したのは1979年9月にヨハネ・パウロ2世がアイルランドを訪問した際のことだった各国の記者団がローマ教皇の訪問に伴ってアイルランドを訪れていたがアイルランドの記者に対してヒラリーとその愛人が大統領官邸で同居しヒラリーは妻との離婚と大統領職の辞任をしようとしているという噂が ヨーロッパ中で広まっていると告げた。実際にはこのようなことは全くなくローマ教皇の訪問が終了するとヒラリーはショックを受けた国民に対して愛人も離婚も辞職も事実無根であると語った。また実際には少数の者だけがこの噂を耳にしていた程度であった。正解やメディアの一部の者のしか聞いたことのなかった噂について なぜコメントすることを選んだのかと評論家たちは質問したところ、ヒラリーは自らの行動について噂が広まったり否定しないことによって事実として受け止められたりすることを許容するよりも話を断ち切ることが大統領職にとって重要なのだと説明した。ヒラリーの行動は当時首相の座にあった臨地からも支持されている。また、ヒラリーは決断を行う前に リンチや主要な野党の党首にも相談している。また、ヒラリーは1981年のチャールズ皇太子とダイアナ妃の結婚式でもエリザベス二世女王の招待を断った試し面を大きく飾った。しかし、これはチャールズ法妃首相のアドバイスによるものであった。2008年4月12日、病に倒れてからほどなくダブジンの自宅で亡くなった。 元大統領としての国葬に、ヒラリーの遺族も同意した。メアリー・マッカリンス大統領は、彼は新たなアイルランド、現代的なアイルランドへの道を開く、政策決定において、あらゆる面で熱心に取り組みました。今日、私たちは、至るところで、彼の先見性があり、先駆的な政策を目にしています。無料の教育システム、躍動的で良い教育を受けた人々、 経済的成功、この国にとって最も変化のあった出来事の一つである EU への加盟などが挙げられますと言葉を送った。また、バーティア・ハーン首相は、我々の国の成長に大きく貢献した、非常に誠実で品位があり、私的な男だった。また、アイルランドの歴史において名誉ある地位にあると確信していたと述べている。副首相のブライアン・カウエンは、長辞の中で、 ヒラリーについて、とても謙虚な男だった。高潔で、寛大で、知的で、礼儀正しくて人を引きつける、そのように様々に評される人物だったと述べている。ありがとうございます。